それでは、だんだんもう終盤に近づいてきましたが、次は、お待ちかね ATS アツさんのスプレヒコールとなります。ちょっと準備して、はい、さあまた頑張っていきましょう。必要に集まる想い、軽めのつぶやき、たる道目指す公園が約束の地、にぎわう街、いつも通り通りに溢れる人たち、おやすみは切り下がり、さりげないこの風景が隠すものは一体何。そんな踊りを今まさに歩き始めようとする、一体高鳴るコラムの街、光る道を下り手もたい横断幕、風にひらめくフラッグ、トラメガのコール、無数のプラカード、高まる声の音量、沿道も反応、赤ちゃん抱いて手を振るパパ、子供手を取り飛び入りするママ、そりゃひどいのもいるけど、ワンツー美の谷間続くカラフルな列、スクランブル交差点下のにやかな反響、未来に叫ぶ魂、花咲く道、原発いらない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 、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、
一生バンカーで突っ込んでないんだよ。いや、さあまた頑張っていきましょう。そして私たちに必ず勝利を。ノーニュークス。はい、ありがとうございました。ATS アツシでした。はい。で、加山里香さんが一生懸命向かっているということで、先ほど新橋駅に到着しておりましたが、ちょっと間に合わないかもしれないですが、まあ気次第ね、上がってもらいましょうということで、あれどうするんですか、終わり。あ、チラシのこととか、ちょっと加山さんの到着を待ちつつね、あのチラシの方をですね受け取っていただいたり、あの署名の方をねお願いします。じゃあ一旦締めましょうかね。今日は本日、ありがとうございました。何人でしたっけ参加者。1000人の参加者とともに、原発反対の抗議を上げてきました。また集まりましょう金曜日に。ノーニュース。はい、これか。はい、こちら配ってますね、西米原子力協定なんですか、改善要求署名お願いします。ご協力お願いします。あと寒波の方もお願いします。で、加山さん向かってますのでね、まだお時間で大丈夫な方はね、みんなで待ってましょう。